うーくんこれ拡散してくれてないじゃん、そういえばね。へぇー、あーちゃんがさ、LINE にくさーみたいにした方が良かったんじゃない。はぁーのところもうもっと臭そうな、みたいな。え？そうだよ。あ、ここですね。あと、それが何か見せつけてるロッシュモアの店員さんにタイプ聞く人いる？あ、でもあれですね、もう超個性的な、個性的な人が、個性的な人、あ、やっぱ、へえ、ここにあれがありますね。これは何ですか？ベッベッ、ルル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 ルえ？食べ物じゃないよ。何食べてるの？カツオ節。これカツオ節で料理の時に使うやつだよ。え、おかかじゃないの？おかかだよ、おかかとカツオ節って何が違う？呼び方が違うだけ。いや、なんでカツオ節食べるの？早く戻してきて。レッスン TikTok で回ってきたウインナー、マヨネーズ使いすぎて怒られてる。なんで、ちょうどウインナーじゃん。なんで、なんで、すごい食べようかなと思って。なんでウインナー食べんの？もう意味わかんない、なんで。もうなんかこれから新しいやつを買おうかなと思ってて、ねえ、ロシボンマさんが、ね、これ使ってくださいね、あれは全然なんかガンガンに、ね、そうですね、ロシボンマだ。あ、ちょっと映画見る。確かに、何見たい？感情をさ、一定にする訓練したい。やばい、うわ、待って、やっぱ俺は調節が下手だな。何調節って？力の調節。力の調節さあ、具合の調節間違えると、うん、不機嫌になっちゃうでしょ。あー、ごめんね、ごめんね。蒸気でホットアイマスクし、これ耳の部分が取れたんだけど。はぁ、めっちゃムカつく。なんか蒸気でホットアイマスクってさ、まほっちゃんが超やってたイメージない？なんか五条悟るみたいになってんじゃん、髪色と。ねえ、ウインナー食べていい？危ない。いいの？はい。何、なんか入れた？いや、俺が食おうと思って調理してるから、俺しか食えないから。何も見えん。いや、何もかも見える。うわ、あーちゃんさ、うまっ。何が？その抱っこの力の調節。普通に安心感ある抱っこの仕方できる。ちょっと一口ちょうだい。
香取裕二やってる？もしかして。え？やってない？いやいや、え？その絵のにチンチン書いてある？ん？チンチン書いてる？チンコでしたー。食べたい。大丈夫？大丈夫って何？え、何やってんの、早く座って。イライラするからベタベタベタって歩かないで。眠れ。鮭じゃん。鮭、犬は一毛じゃん。ミシンの絶対やってるでしょ。え、なになになに。あ、わかった、鬼滅の刃でアーちゃんが対抗する。わかったよ。何？花粉症の薬、うん、赤。花粉症の薬、青。挙式、アレグラ。これが欲しいんだろ。え、それ朝飲むの？え、赤とか青とか合うの？知らない。いや、笑い方、笑い方の癖が強い。何それ。領域展開ネタバラシ。あそこを見ろ。うわ、こっちかよ。すごい、全然わかんなかった。はい、動画だ、イエーイ。動画撮ってくれてたんだ。はい、今実はドッキリでした。何のドッキリ、何のドッキリしてた。まあ本当シンプルなんですけど、日常生活に呪術廻戦をどんだけ紛れ込ませられるか。え、すごい。いつからやった？ロシュババアの後。ロシュババアは前からやってたね。ロシュババアの前からやってたの？うん。出してよ、ずっと。ロシュババアの時回ってたの、カメラ。回ってたよ。あのお兄さん、じゃあ、知らない間にシバナンチャンネルに。知らないけど出演してるよ、あの人は。だからロッシュボボアの人に好きな女のタイプはとか聞いたのは、呪術廻戦出てくるゴリラの人だし。ああ、ちょいちょいセリフとかもね。あ、そうじゃん、私スタンプ持ってるわ。どんな女がタイプだ。ぬえーとか言ってたし、あのぬいぐるみを持ちながら映画見るじゃん。知ってる、呪力を一定にするやつだ、うん、それを含まれてやってましたね。いやー、全然知ってる、全然知ってる。あれが自分で、全然気づかねえや。自分でやっててめちゃくちゃ笑いそうになった。え、私、アイマスクでやっともう気づいた。五条先生だなって思った。ああ。それまで別に何もしてなかったじゃんっていう感じ、今思えば。よかったね、ゆうくん。あーちゃんがバカで。よかったよ。まあ、あーちゃんはね、俺にキメハラいっぱいしてくるじゃん。うん。っていうことで、ちょっと今回、やり返させていただきました。ジュジュハラ、ジュジュハラって。でもあーちゃんはいつだって本当はの方かしらよ。俺ら花粉症マジやばいで、ちょっと切りますか、うん、そうだね。あ、ぜひチャンネル登録お願いします。しばなんチャンネルでした。だんだん動くな、登録して。